どうも皆さんこんにちは、沢口でございます。いやー、このウクライナ紛争も大変ですけども、このパレスチナ紛争っていうのはね、大きくなってきました。これは隣のレバノン、パレスチナとはちょっと違う感じはしますけれども、レバノンって他の国ですから、一応はですね、そこへ乱入しようとして爆弾を撃ったりですね、これちょっとやりすぎだという思いますね。やりすぎだし、また国際社会もちょっとこれやりすぎだと言ってるんだけども、いやそうでもないと、こうイスラエルがこう抵抗してるわけでも、これちょっとですね、問題ありますね。これは大変な国際法違反ですね。他の国にそういうことをやるということは国際法違反であるということで、あの国連憲章にも抵触するということなんですけれどもですね、またそれも問題なんですね。なぜかというと、国際法にしても国連憲章にしてもですね、なかなかいいことを言ってるんですね。だけど強制力がないっていうね、ここに問題があるわけですね。何らかの措置をするということが、これルールですから、ルールから外れたらですね、それをまあグテーレス国連事務総長もね言ってるんですけども、グテーレスもちょっとこれ、せっかくですね、あの国際連合っていうのがあって、その中に国連憲章ってあって国際法もあるのにかかわらず、いまだに、絵に描いた餅って言いますかね、そういう困るんだと。やはり何らかのね、強制力を持たなければ国連の在り方自体が問われると、そして常任理事国が議事ってると、こういうことが国連 の, 開, あの改革というのを遅らせているということをですね、グテレさんは3年前も言いましたけど、また改めて今回はやってますね。未来志向で会議を持たなきゃいけないということで、そのためにも改革しなきゃいけないということで、まあ私は偉いと思います。グテレさん、なかなか勇気があると思います。今まで言えないことを言われたということですね。そうですね、国際法というね、法律がもう1648年からね、グロティウスが言い出して国際法というのはスタートしたんだけれども、なかなかですね、ハーグ陸戦条約とかジュネーブ条約とか、なかなかね、進んでるようで、具体的にやっぱり強制力がないっていうね、これが一番大きいんですね。ですけども、今回 ISS ですね、国際、刑事裁判所が10年ぐらい前にできて、それで今回初めてですね、プーチンを逮捕するぞと、逮捕を請求する、でそれ ネタニヤフにも逮捕状を出すということを言い出して、なかなか進んでるとは思います。進んでると思うんですが、具体的にじゃあどうですね、強制制裁をするかということをがこれからの課題であると思いますけど、それをグテーレス事務総長が言ってきたと。実際にそういった緊急集会を開いてですね、安全保障理事会が上なんで、それを超えるような動きを今始めてますね。だから少しずつ改革が進んでると思いますけども、本当にグテーレスさんはいいことを言ってると思います。そのいう意味でですね、この国際法を無視したプーチンの動き、それからネタニヤフ、それからハマスもそうですけれども、でもハマスの場合は私ね、これは致し方ない分ありますね。それなぜかというと、自力救済というのがあるんですね、国際法にも。だからその停止の反発ですから、許される場合もあるんですね、国際法だけれども、いろいろ問題あります。ぜひですね、この国際法とは何なのか、国連憲章とは 何なのか、国際連合とは何なのかので、皆さんもですね、今一度考えて、そして日本の在り方というものを模索していただければと思います。ありがとうございました。